フォーマンス部門より中学生のダンスチームビビットさんの登場です。ダンス指導者がいない中、自分たちで作り上げたキレのあるダンスをぜひご覧ください。
ビビットさん、ありがとうございました。はい、それでは質問したいと思います。まずは自己紹介から各自お願いします。ビビットのメイです。カエルです。リナです。ユイナです。ことはです。はい、ありがとうございます。それではダンスを始めたきっかけを教えてください。チアダンスの映画やドラマを見て自分もしてみたいと思ったのと、大好きなダンスで自分を表現できたらいいなと思ったのがきっかけです。はい、ありがとうございます。では、活動する中での良さと教えてください。みんなが違う中学校から集まっているところや、見てくれた人に良かったよって言ってもらえるところです。はい、ありがとうございます。今回出演したきっかけがあれば教えてください。自分たちで作り上げていくというところに共通点を感じたので、泣き笑いに出演したいしてみたいと思いました。はい、ありがとうございます。普段どういった思いで活動していますか？見てくれた人に元気や笑顔になってほしいという気持ちで活動しています。はい、ありがとうございます。では最後に、今後の目標を教えてください。ビビットのダンスを見て元気になったと言ってもらえるようなパフォーマンスをすることと、泣き笑の全国ライブに出場することです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ビビットさんにもう一度大きな拍手をお願いします。